今回はトイレの選び方のポイントについてご紹介いたします。トイレを選ぶ上で大切なポイントを3つに分けてご紹介いたします。1、トイレの種類。2、お手入れ面。3、グレード。トイレは大きく分けると4つの種類に分けられます。組み合わせトイレ、タンクレストイレ、一体型トイレ、システムトイレ。この中で一般的なのが組み合わせトイレ。便器とタンク、便座が独立していて設置するトイレのことを言います。7割から8割ほどのお客様はこのトイレをお選びいただきます。価格も安定している点や水圧に関係なく設置できることが最大のメリットです。次にタンクレストイレ。スタイリッシュなデザインで空間が広く使える点が人気です。タンクがないためトイレを連続で流すことができます。デメリットとしては水圧が低い場所に預けることができない。便座等が故障した場合はトイレごと交換しなければならず、費用が高くなってしまうといった点に注意が必要です。一体型トイレは言葉の通り便器、タンク、便座の3つが一体化しています。そのためタンクに水が溜まるまでトイレを流すことができません。便座等が故障した場合はタンクレストイレと同様トイレごと交換しなければならないのが注意点です。最後にシステムトイレ。最近よく見かけるようになったトイレかと思います。特にアパートやマンションなどおしゃれにリノベーションされているところに増えてきた印象があります。システムトイレはタンクを背面のキャビネットで隠してしまい、さらに収納にもなる画期的なトイレです。収納スペースが多く取れる点や好みに合わせて手洗い器や収納を組み合わせて設置できる点が嬉しい点です。この中でお客様のご要望、ライフスタイルに合ったものをご提案できるようにしております。次にお手入れ面についてですが、お手入れしやすいトイレはダントツでタンクレストイレです。タンクがない分凹凸が少なくお掃除がしやすいという声をお客様からいただきます。最後にグレードです。トイレにもオプションで様々な機能をつけることができます。まずは温風乾燥機能。この機能をつけるお客様は正直少ないです。トイレットペーパーでことが足りてしまうため不要と感じるお客様が大半です。次に蓋の自動開閉機能です。これはというか便器に接近すると感知して自動で蓋が開き、用を済まして立ち上がると自動的に蓋を閉めてくれる機能です。最大のメリットは蓋に細菌などが付着していた場合に手を触れる必要がないので清潔。高齢者や腰の悪い人は開けるときにかがむ必要がないため楽なのではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。トイレをお選びいただく際の参考になりましたでしょうか。今はメーカーも商品も数多く存在し、いざリフォームとなると迷ってしまいがちですが、中野屋ではお客様のご要望に沿った商品をご提案させていただきます。この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。水回りのリフォームするな